こんにちは、杉です。今回ですけども、マーブルスの斧のレビューになります。こちらの斧なんですけど、購入してから1年ちょっとぐらい経つんですけど、未だに新しい斧を欲しいなとか一切思わないくらい気に入ってまして、今回はこの斧の魅力を紹介していきたいと思います。まず、マーブルスっていうメーカーなんですが、今から128年くらい前からあるアメリカの斧の製作会社となってまして、かなり昔からあるメーカーということです。今回はこのマーブルスのメリットを3つ紹介していくんですが、その前にデメリットを紹介していきたいと思います。まずパワー不足で、ヘッドカバーが付属していないということです。やはりこんな小さいので、力はないです。ただキャンプ場とかで売ってるような、巻き割りしやすいサイズになっている巻きだったら、広葉樹とか硬い巻きでも割ることはできますので問題はないと思います。で、ヘッドカバーが付属してないんですけど、先日 Amazon でかっこいい革のヘッドカバーを購入しまして、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも気になる方はチェックしてみてください。では、マーブルスの斧の3つのメリットですが、まず1つ目、扱いやすい。小さいので、軽くて持ち運びも楽です。ただ小さいとはいえ、刃物なので、当然怪我には注意ですが、女性でも扱いやすいサイズとなっております。で、2つ目に安い。小さい斧って意外と高くて、ハルタホースの小さい斧ですと、Amazon で 13,800 円とかしちゃうんですけど、こちらのマーブルスは4428円となっておりますので、手の出しやすい値段かなと思います。3つ目が希少性ということで、マーブルスで検索をかけてもらえればわかるんですけど、レビュー動画とかもそんなに多くはないんですよね。なのでハスクバーナーとかと比べると、使ってる人が多くないと思います。いろいろ説明してきましたが、僕的には本当に気に入っていて、使いやすい斧を探していて、人とは少し変わったものが使いたいという方にはおすすめだと思いますので検討してみてください。以上になりますが、このチャンネルではできるだけ短い時間で役に立つ情報をお届けしていますので、少しでも役に立ったと思った方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。